Hello everyone! Hello everyone! 留学パパです。娘のエリンです。はい、よろしくお願いします。はい。実はね、高校留学、皆さんね、考えてらっしゃる方、一番気になる、テーマってあると思うんですよ。はい。何でしょう？一番気になるテーマ。マニー。そうですね。お金、うん。お金のことは本当に気になります。特に親の立場からするとすごく気になるんですけども、世の中には、奨学金とかあと教育ローンとか、うん、そういう形でこういろいろお金をね援助してもらったり借りれたりっていう制度がありますけども、特にその中で今日有名な、奨学金制度、飛び立て留学ジャパン、高校生コースっていうのがあります。そんなのがある。はい、高校留学にチャレンジする人はもう漏れなくあれ応募してほしいんですね。今日はその飛び立て留学ジャパン、略して飛び立てっていうことにしますけれども、はい、飛び立てに応募した方がいい理由を説明をしたいなと思います。はい、それでは、行ってみたいと思います。はい、いいですか。はい、 Let's get started。 はい、それではね、一つ目の理由を、はい、説明してみたいと思いますけれどもね、はい、まずこの、はい、飛び立て応募は無料です。無料、お金いりません。誰でも応募ができます。そんな、はい、高校生であれば誰でも、応募ができるんですね。うん、で、まあ、こういう奨学金ってやっぱ審査があったりね、うん、一応こう、まあ、全員が全員もらえるわけじゃないので、学力、うん、頭がいいとか、あと英語力が得意とかね、うん、そういうんじゃないとなかなかそういうの審査って通らないんじゃないかなって思っちゃうよね。思っちゃう。まあその場合エリンの場合はもうほぼ落ちるよね。絶対落ちる。ね、英語力で勝負とかやったらねエリンは絶対落ちるんだけども、はい、実は英語力とか学校の成績、それからどこの学校に通っているかっていうのは一切関係ない。一切？一切関係ないです。すごい。うん。じゃあ何が、うん、何が審査の基準かっていうのね、はい、一言で言うと情熱です。情熱、熱い。思い、やる気。熱いね。そう、これがね一番やっぱり重要。うん、他にもあるんだけども一番はハート。だから自分は頭が悪いからとか、うん、いい学校行ってないからって言って諦める人必要は全くない。おー、うん、なのでねこれぜひ応募してほしいです。うまくいってもいかなくてもいいから応募してほしい。はい、そして、理由の2つ目、2つ目、うん、実はこれね返済不要なんです。えー、返済不要、うん、1個も0円、お金返さなくていい、いくら借りても返さなくていい。すごい。はい、で金額がどれぐらいか気になりますよね。はい、一応調べてみると条件がいろいろあります。留学期間とか、うん、あとまあ親のその収入とかによっても多少違うんだけれども、期間が14日間以上、うん、それから365日以内でプログラムがいろいろあります、うん、ね、で最低金額が144,000円。最低？最低金額が144,000円。すごい。で最高は218万円。もう1年間？もう1年間、そう1年間とかだともう最高で218万円まで、うん、半端ない金額。そう、半、いや218万はすごい、うん、すごい金額ね、うん、で、ひょっとしたらそうお釣りが返ってくるかもしれない金額よ。お釣り？はい、この制度は実は、うん、例えば150万かかりました、うん、余った分が68万円とかじゃないですか、うん、そうすると68万円は返してくださいねみたいなのがない。もらえ、もうもらったまんま、一回もらったやつは、うん、返す必要がない。もう驚き、驚きでしょう、うん、返さなくていいんだって。いいでしょう、これすごいです、うん、すごい。絶対応募した方がいいですよ、うん。はい、そして、はい、理由の3つ目になりますけども、これね実は応募するだけで学びがいっぱいある、うん、どういうこと？プログラム、学び、学びがいっぱいある。分かりにくいでしょ、うん、これ実はこのプログラムに申し込もうと思うと、当然審査があるんだけれども、例えば、うん、高校留学、なんでその留学をしてみたいのか、うん、ね、それからどんな留学がしてみたいのかね、そういったことをしっかり考えて、うん、まず書類でこう書いて、そして、それを提出して、うん、面接とかもあります。へー、ということは中途半端に、なんとなく留学できたらいいな、まあ、お金もらえるんだったらもらえたらいいなぐらいだとまずもらえません。
つまり留学の目的とか、うん、何がしたいか、自分は将来どうなりたいかっていうのをしっかり真剣に考えることが必要、うん、そしてその考えたことを人に伝えなきゃいけない、その審査してくださる方にね、伝えないといけない、うん、このプロセスがものすごい学びだと思う。例えば、50万円、うん、2週間ぐらいじゃ、留学するのに50万円かかるとしましょう、うん、もしその応募せずに50万円払って、行った留学というのと、うん、それから応募したけどもらえなくて50万円払っていく留学、これ同じ50万払っていく留学だから全然金銭的メリットは一緒でしょ、うん、変わらないでしょ。だけど応募して行った人と応募せずに行った人、どっちが学びがあったり価値があるか。え、それは応募した人でしょ。うん、考えられる。そうそうそうなの。すごい。これは本当に、応募できるなら絶対した方がいい。だから学びがあるっていう。うん、そう。うちはお金があるからもう別にそういうのいらないんですなんていう話じゃなくて、うん、お金があろうがなかろうが応募した方がいい。うん、本当それ。この飛び立て留学ジャパン高校生コースは、今もう文科省の方がちゃんと専用のホームページで、はい、その概要から、なんて手続きの方法まで、それからそういうこんな審査があるからこういうことを書いた、うん、書いたりプレゼンしたらいいんだよっていうのもちゃんと、書類とか動画とかもきっちり、うん、用意してくれてます。すごい。で、詳しい説明はこの、説明欄の方にね、動画の説明概要欄ですね、の方に、アップしますので、はい、ぜひ申し込んでもらいたいな、応募してもらいたいなと思います、うん、はい、はい、ということでね、今日もあの動画ね楽しんでいただきましたでしょうか、うん、はい、はい、最後に、もう一ついつものアナウンスがあります。 LINE アットにぜひ皆さん登録してください。はい、はい、お願いします。はい、あの LINE アットね、これもうすでにいろいろたくさんの方が登録してくださって、質問も2、3ね届いたりして、コミュニケーションやってますよ。もうすでにいろんなね問い合わせとかね、うん、質問あると思うんでね、いただけたらなと思います。はい、はい、そしてこの LINE アット登録をしていただくと素敵なプレゼントも特典ついてきます。お、なんだったか覚えてますか。チェックリスト。そうね、間違いだらけの高校留学、留学経験者が教える8つのマル秘チェックリストっていうね、はい、そういうのがありましたね。はい、はい、概要欄からね、はい、登録をね飛べますのでぜひ登録していただきたいなと思います、うん、そしてこの番組のチャンネル登録、この辺ですかね、また出てると思うんですけども、チャンネル登録もしていただいて、はい、よかったらいいねも押してください。グッドボタン。はい、それでは See you next time!